ああ、朝日氏、決まった、決まったでござる、決まったんでござるよ。え、どうしたの、ひろとし。就職先が決まったんでござる。え、もしかして、そのもしかしてでござる、あのカッチャホビーに就職が決まったんでござるよ。スカットマンのフィギュアを発売してるあのカッチャホビーに。マジ？おめでとう、おめでとう、ひろとし。ひろとしの念願の夢が叶ったんだね。そうでござる、これも朝日氏のおかげ。僕は何もしてないよ、ひろとしの努力の成果だよ。そんなことないでござる、親友がそばで応援してくれたから今があるのだから。ひろとし、朝日氏。はいはいはい、ストップ。朝日、何してるの。こんなオタクと絡んでる場合じゃないでしょ。あなたはもっとトップとしての自覚を持ちなさい。ほら、会合があるんだ、行くよ。チェ、もっと話したかったのにな。また話聞かせてよ、ひろとし。わかったでござる、たくさん話すでござるよ。拙者はひろと、何を隠そうオタクだ、オタクの中のオタク。そんなオタクがあの有名なホビー会社カッチャホビーに就職できたのだ。燃えないわけがない。そんな拙者の唯一のオタ友が朝日氏。拙者のこれからの夢は朝日氏があっと驚くおもちゃを作ってみせることでござる。今日からよろしくお願いします、ヒロトと申します。なになに、気合入りすぎだって。もっと肩の力を抜いてよ。社長、そうはいかないでござります。私のような何の取り柄もない人間を採用していただいたんですから、全力で力を尽くす所存でございます。まあ、いいんじゃないの。あ、やる気がある分にはいいね。変な方向に行かないといいけど。変な方向、いや、なんでもないよ。そうでござるか。おーい、健一。あ、なんすか、社長。ちょっとこの子にいろいろ仕事のやり方を教えてあげてよ。新入社員なんだよ。うーす、任せてください。先輩、よろしくお願いします。はいよ、よろしくな。こうして拙者の社会人生活はスタートした。オフィスにはレアなおもちゃばかり。ここは夢の世界のようでござる。ああ、朝日氏も連れてきてあげたい。本当にすごいでござる。すげえよな。俺も最初にここに来た時はびっくりしたもん。先代が去年亡くなって新社長になったんだけどな。今度の新社長はやる男だぜ。お前、いい会社に入ったな。そうなんですね。まあ、とりあえずこの雑用でもやっとけ。終わったら声かけろよ。はい、わかりました。拙者は雑用でも本当に嬉しかった。おもちゃに囲まれて仕事ができるという現実が嬉しくてたまらなかった。ああ、ひろと、商品の納品に行くけど一緒に行くか。あ、はい、行きたいです、行くでござる。今日は何の商品を納品するでござるか。これだよ、これ。おスカットマンのフィギュア。拙者、これを売りたくてこの会社に入ったんでござるよ。あは、そうなんだ、よかったじゃねえか。すごいです、こんなにたくさん。ひろとしが見たらきっとびっくり仰天するでござるな。お、あれ、一個ケースが空いてる。ああ、じゃあそれ不良品だな、お前にやるよ。いいんでござるか。でも社長に許可を得ないと。こんなの一つ持って帰ったところで社長は何も言わねえよ。まあ、社長には後で俺から言っとくわ。おお、にきるでござる。でもスカットマンをこんなの呼ばわりは少し引っかかるでござるな。おい、ヒロト、じゃあ行くぞ。おお、あれ、どうかしたか。いや、なんでもないであります。拙者は何か違和感を感じたでござるが、違和感の正体がわからなかったでござる。そして納品後、はぁ、今日の仕事はこれで終わりだ。いやー、今日も疲れた疲れた。おーい、新人、今日はお前の歓迎会をやってやるよ。飲みに行くぞ。申し訳ありません、拙者野暮用がありまして。またの機会でもいいでござるか。あー、付き合い悪いな。まあいいけどさ。じゃあ健一、飲み行くぞ。はい、お供します。社長、この前のキャバクラ行きましょうよ。キャバクラ、お前も好きだな。社長もお好きなくせに。まあそうなんだけどな。せっかくの歓迎会、出たいところではござったが、拙者はあの時の違和感の正体を知りたくて家に帰った。そうだ、拙者はスカットマンのフィギュアに違和感を感じたんだ。家に帰った後、自分の部屋にあるスカットマンのフィギュアともらったフィギュアを見比べると、
ああ、違う、こんな違いに気づかないなんて、スカットマンファン失格でござる。明らかに配色が違う。初日で緊張していたこともあったのか、こんなに大きな違いに気づかないなんて。翌日、拙者が倉庫にある在庫を開けてみると、え、配色どころか見た目もかなり違うものがある。こんなのを納品したのでござるか。おい、何やってんだよヒロト。先輩、これ偽物じゃないでござるか。偽物？ああ、社長が言ってたかもしんねえ。え、ちゃんとした工場で作らせると高いから、コスパのために海外の安い工場に作らせることにしたって。ちゃんとした工場の3分の1の値段らしいぜ。そんな、こんなのを買った子供たちはショックを受けるでござるよ。外のケースと中が全然違うじゃないですか。だからなんだよ、ドンマイで済むだろ。ドンマイなんかで済むわけない。昨日納品した会社がこの商品初めて卸した会社なんだけどな。まあ何も言ってこないし大丈夫だろ。間違ってる、こんなの間違ってるでござる。間違ってるからどうだってわけ。社長、偽物でもバレなきゃいいんだよ。それは違うでござる。あのな、新入社員にはわかんねえかもしんないけど、世の中綺麗事だけじゃうまくいかねえんだよ。ああ、マスコミにリークしたりすんなよ。したら大変なことになるぞ。大変なこと？ああ、うちの会社がこの商品を発注してる工場、実はヤクザなんだよ。え、ヤクザ？ああ、もしリークなんかしたら、お前もお前の家族も大変なことになるだろうな。そんな、そんなの卑怯でござる。じゃあここで知ったことは忘れるこったな。う、信じられない。憧れていたカッチャホビーがこんなにひどい会社だったなんて。拙者はその日の夜、会社の近くの公園で一人で悩んだ。こんにちは。うん、ああ、どうしたんでござるか。暗くてよくわからないが、シュレットと声でわかる。朝日氏だ。今回のことは朝日氏にも言えない。言えば朝日氏も巻き込んでしまうかもしれないから。あれ、俺のことを知ってるの？何をふざけてるんでござるか。そっか、まあ知ってるよね。今日来たのはさ、納品された商品のことなんだ。もう知ってるんでござるな。朝日氏は独特な人脈がある。そこから漏れたのだろう。関わらないでほしいでござる。いや、そういうわけにはいかないよ。拙者、巻き込みたくないんでござる。もし拙者が余計なことをしたら、家族に危害を加えられるかも。下手したら友人にまで。この問題は拙者一人でどうにかするでござる。どうにかって？どうにか、とにかくどうにかするでござる。拙者の友人が、子供たちが、がっかりする顔は見たくない。だから、どうにかするんでござる。そう。じゃあ、力を貸せよ。だから、朝日氏、拙者は一人で。あ？朝日氏？俺は、え？その翌日、おはようございます。おお、来たか。もう来ないかと思ってたぜ。社長、1万円。わかったよ、ほら。チェ、来ないにかけてたのにな。ヒロト、サンキューな。まあ来たってことは全てに納得できたってわけだよな。改めてようこそ、カッチャホビーへ。さあ、客を騙して騙して騙しまくって、目指せ億万長者だ。ああ、おい、なんだよヒロト、ノリ悪いな。お客様を騙すんでござるね。そ、アホからどんどん金をむしり取ってやるのさ。そうでござるか。ならこの会社を潰すでござる。あ、何言ってんだお前。会社を潰すだと、舐めたこと言ってんじゃねえぞ、新人のオタクごときがよ。ちょっと甘くしてやったら調子に乗りやがって。本当に舐めたやつだな。一回工場を経営しているヤクザ屋さんに来てもらうか。そうしましょうよ社長。そうさせないぞ。なんだお前らは。俺たちはスカットマン。ほら、守る。え、兄ちゃん、俺もやんなきゃいけないの？当たり前でしょ。だってスカットマンファンの恨みを晴らす戦いなんだから。そういう戦いじゃないんだけど、俺はスカットマンファンじゃないし。いいからやる。わかったよ、スカットマン2号。おい、ケイチ、すぐに警察を呼べ。はい、警察が来て困るのはあなたたちじゃないですか。あ？これ、持ってきたスカットマンフィギュアです。こんな偽物を本物と同じ価格で売りつけ、納品しましたよね。
なんでそのフィギュアを、まだ一社にしか下ろしてないはず。その一社がうちの子会社だったんですよ。クワックワして見に行ったらさ。兄ちゃん、アヒルなの、ワクワクでしょ。ホンダ偽物だったんだもん。俺ショックだったよ。子会社？ああ、うちのグループの子会社なんですよ。確か、あの会社の親会社は、うぐもりグループ。さてはお前ら。いや、こんな変なことする奴ら、日本に二人しかいない。兄ちゃんと一緒にしてほしくないんだけど。あの天下のうぐもりグループを経営する、うぐもり兄弟か。そうだよ。うん、そうだよ。うぐもり兄弟だと。あの日公園で会ったのは、朝日市ではなく、守る市だったんでござる。二人ともそっくりだから、拙者間違えてしまってたんでござるよ。絶対、絶対許さないもんね。君たちのこと。うん。許さないよ。何が許さないだよ。俺たちのバックにはな、昼組がいるんだぜ。そうだ、昼組が黙っちゃいねえぞ。いくらうぐもり兄弟でも、ヤクザを相手にはできないだろ。目には目を、毒には毒を。ヤクザにはヤクザ。いや、薬剤師さんを。そうそう、目に入った毒は目薬とかを薬剤師さんに処方してもらえばいいからね。薬剤師、何言ってるんだお前ら。じゃあテレビ電話してあげるから見てみてよ。テレビ電話。はい、こちら平次です。平次さん、そちらの様子はどうですか？いやー、圧巻ですね。もう朝日と犬っちがバッタバッタと昼組をなぎ倒してますよ。え、昼組をなぎ倒してる？何を言ってる？てめえらふざけんじゃねえぞ。スカットマンのフィギュアの偽物を流通させるだと。ありえねえ。しかもヒロトシを脅してたそうだな。許さねえ。絶対に許さねえよ。もう勘弁してくれ。勘弁するわけねえだろうが。てめえ、スカットマンはお嬢が大好きなんだぞ。もしあんなのが世に出回ったらお嬢が泣いてた。許さねえ。許せねえよ。うらぁ。うわぁ、参った参った。嘘だろ、なんだこいつら、化け物か。あ、社長、こいつらどっかで見たことあると思ったら、結城組の二代目の朝日と噂組の稲塚です。なんでそんな奴らが共闘してるんだよ。それほどみんなスカットマンファンなんだよ。いいわ、もっとやりなさい。もっとよ、朝日、真の姿を解放しなさい。このまま覚醒してオタクなんか卒業、究極の極道に。邪魔だとけ。挑む。ああ、工場も壊れていく。なんだこれ、何が起こってるんだ。こちら平次、工場の破壊終わりました。昼組も全員倒して、昼組の組長捕らえました。解散するそうだぜ。平次さん、ありがとう。さ、これでもう打つ手はなしかな。観念しなよ、悪者たち。くそ、こうなったら逃げるぞ、ケンイチ。はい。おい、ヒロト、そこをどけ。邪魔だ、ぶっ飛ばすぞ。どかないでござる。チッ、舐めやがって。うらぁ。そんなフィギュア持って何になるってんだ。そんなんで俺たちを止められるわけ。行け、スカットマン。は？痛い。知らなかったろ、本物のスカットマンの腕は飛ぶんでござるよ。うわ、かっこいい、めちゃくちゃかっこいい。すっごい勢いよく飛んだよね。絶対魔改造してる。その後、社長と健一さんは警察に詐欺罪や脅迫罪等で逮捕され、刑務所行きに。ちなみに刑務所から出てきた後は、あの昼組の元組員たちと共にあることをやっている。もっと細部までこだわれ。お前らは子供たちの夢を壊そうとしたんだ。死ぬ気で作れ。フィギュアに命を宿せ。今日のノルマはあとせんな。手が痛いよ。泣き言言ってんじゃねえ。腕を発射するぞ。それだけは勘弁を。やります、やりますから。もうやだ。今社長たちはヤクザ医師さんに見張られながら、年中無休で手作りのスカットマンフィギュアの制作に勤しんでいるそう。ここで作られたスカットマンフィギュアは全て児童養護施設に寄付されるそうだ。スカットマンが流行り続ける限り一生働かされるそうだ。まあ、いろんな人の夢を奪おうとした罰だからしょうがないでござるな。そして拙者はというと、お、本当に拙者なんかでいいんでござるか。おーおーおー、だってリンダ君はすごいもん。リンダ君、ヒロト君のことだね。
ああ。だって、あんな風に、ビューンって腕飛ばしたんだよ。ビューンって。すごいよ。すごすぎるよ。いやー、憧れちゃうな。うん。ヒロト君なら、きっと大丈夫さ。そうでござるかね。大丈夫。ヒロト君は一人じゃないから。俺たちもいるし。スコットマンもいるでしょ。そして、アサヒ君もいる。大丈夫だよ。安心して挑戦して。はいでござる。その後、拙者はうぐもりグループが買収したカッチャホビーの社長に就任することになったでござる。カッチャ、韓国語ではあまり良くない偽物という意味なので、会社名を変更してレーブホビーに変更することに。レーブはフランス語で夢。いろんな人に楽しい夢を見てもらえるよう、素敵なおもちゃを作っていくでござるよ。どうでござるか？最高！神だよ神！神のおもちゃだよヒロトシ！そう言ってもらえて嬉しいでござる。まあ一番喜んでほしいのは朝日氏なんでござるけどな。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。